地図インスティクトセルバンテス東京は、スペイン語教育やスペイン語圏の文化普及を目的とするスペインの国営組織インスティクトセルバンテスの東京支部で2007年9月より千代田区六番町の4300平方メートルの敷地にある地上7階、地下3階の建物セルバンテスビルを拠点に活動している。旧称及び遺称はセルバンテス文化センター東京。 館長は、ビクトル・ウガルテ・ファレロンス。スペイン政府公認かつ、スペイン以外のスペイン語圏でも公式に通用する、スペイン語検定試験、ディリーを定期的に実施している。この試験は、日本国文部科学省公演のスペイン、語技能検定とは異なる。学習目的や学習者のレベルに合わせて様々な、スペイン語コースが設けられている。具体的に、 スペイン語講師養成コース、レベル別スペイン語コース、スペイン語オンラインコース、アベニューグローバル、子供のためのスペイン語コース、企業向けスペイン語コースなどが挙げられる。スペイン映画やスペイン国外で制作されたスペイン語映画が日本で上映される際の公演や、スペインの大学教授が来日公演するにあたっての主催や場所提供などを行っている。また、 スペイン語以外のスペインの公用語である、カタルーニャ語とバスク語の学習コースも不定期、開催されている。フェデリコ・ガルシア・ロルカ図書館、セルバンティスビル内には、スペイングラナダ県出身の作家フェデリコ・ガルシア・ロルカの、名を冠したフェデリコ・ガルシア・ロルカ図書館がある。スペイン文学やラテン・アメリカ文学、スペイン語で書かれた日本文学のほかスペイン語学習に関する書籍や、 各分野の雑誌なども収蔵されている。上記書籍の館内閲覧や貸し出しに加えて、インテルカンビオスペイン語交流クラブや文学ワークショップ、子供のための読み聞かせなどのイベントも開催されている。ありがとうございます。